石川さゆりの津軽海峡冬系色が本日10日発表のオリコン令和カラオケランキング令和元年から5年昭和リリース作品で1位を獲得した。同2位には甘城越えがランクインし石川さゆりが1位、2位を独占。石川はまだ大勢の皆さんに歌っていただき嬉しく思います。 と思いを明かした。昭和52年リリース、10代の時に発表した曲です。昭和リリース作品1位となった石川さゆり、津軽海峡、冬景色は昭和52年1月にリリース。2位、天城越えは昭和61年7月にリリースされた作品。石川さゆりが1位。 2位独占する形となった。今回の記録について石川は、津軽海峡、冬景色は、1976年アルバム、365日恋模様の一曲として10代の時に発表した曲です。本当に、まだ大勢の皆さんに歌っていただき、嬉しく思います、とコメント。 コンサートでも幅広い年代の観客が歌ってくれるとのことで、皆さんの中で今も生き続けている歌になっているんだなぁと、幸せをいっぱいに全身に感じました。と考えを明かした。なお、3位には藤山一郎、奈良光江の青い山脈。1949年3月10日、4位に千政を、北国の春。 1977年4月5日、5位に山市たたつろう、クリスマスイブ、1983年12月14日がランクインしている。石川さゆりインタビュー全文。オリコン令和カラオケランキング、令和元年から5年において、津軽海峡冬景色が昭和リリース作品の1位を獲得されました。 昭和の時代にリリースされた楽曲の中で、令和期間内で一番歌われた曲ということになります。改めて受賞の感想をお願いいたします。石川さゆり、津軽海峡、冬景色は1976年アルバム、365日恋模様の一曲として10代の時に発表した曲です。本当に、 まだ大勢の皆さんに歌っていただき、嬉しく思います。今回、実際に、津軽海峡、冬景色のカラオケ体験がある433名にアンケートを行いました。昔の思い出を彩るエピソードから、今でも家族とのカラオケや会社の忘年会などで、必ず歌うというエピソードまで。 長く広く支持されていることが伺える意見が多く寄せられました。この反響を受けていかがでしょうか石川さゆり、先日も埼玉スーパーアリーナで全員で歌ってみたい。当客様に振ったら男性、女性、年代も色々な方が大きな声で一緒に歌ってくれました。皆さんの中で 今も生き続けている歌になっているんだなぁと幸せをいっぱいに全身に感じました。今回実際にカラオケで津軽海峡冬景色を歌ったことのある方に質問も募集しました。特に津軽海峡冬景色の前のあーの部分の歌い方についての質問が多く寄せられました。アドバイスがあれば教えてください。 石川さゆり、あーの部分、地声とファルセットを混ぜてます。アクセントとして歌ってみたら、個性的な津軽海峡、冬景色になると思います。1、昭和時代に CD が発売された作品。アンケート調査概要。調査時期2024年3月6日、水曜日から3月11日、月曜日。 調査対象、石川さゆり交換者かつカラオケ歌唱。視聴経験がある回答者433名。自社アンケートパネル、オリコンモニターリサーチ、会員10代、90代の男女。調査方法、インターネット調査。調査機関、オリコンモニターリサーチ。 https://omr.oricon.co.jp <ッ>集計期間2019年5月13日付2024-1発付実質集計期間2019年4月29日月曜日2023年12月31日日曜日ラ<ッ>カラオケランキング毎週カラオケメーカー 調査協力、第一交渉、ダム総合、エクシング、ジョイサウンドから提供された各楽曲のリクエスト情報をもとに集計発表。オリコン令和カラオケランキングは週間カラオケトップ50を令和期間単位でまとめた順位をもとに発表。アイドルグループクト48が9日、東京ラインキューブ渋谷で、 フォート48春のコンサート2024ホップステップジャンプファイナルを開催し、オープニングでは2年ぶりの新メンバーとなる7期生16人をお披露目した。下は12歳から上は18歳まで、平均年齢14.4歳の16人をお披露目し、チーム H キャプテンの豊永明は HKB48 なんと総勢53名となります。 伝えこのフレッシュなみんなと、後ろのわちゃわちゃした先輩たちと、また新たなファミリーを築いていけるように精一杯頑張ります、と宣言。今週に卒業を控える松岡は名は、私、リハーサルで泣いちゃったんですよ。もう感動しちゃって、大号泣してたんです、と、浮踊り自身新メンバー加入に目を細めた。 終盤のらんぼを結べるかでは、二日後の5月11日にグループを卒業するおいもちゃんこと坂井萌香が挨拶。私は二日後、ウクト48から卒業します。みんなと過ごしたたくさんの思い出を絶対に忘れません。本当にありがとうございました、と感謝を伝えた。割れんばかりの大歓声の中、 同期の四期生豊永秋と地図絵音踊り子が駆け寄ると、三人で小指を合わせて、ずっと友達と叫んだ。アンコールでは、今週卒業を発表していた松岡はなの卒業コンサートの日程が発表された。松岡は、最後に卒業コンサートをやらせていただくことになりました。9月28日。 場所は福岡サンパレスホテルホールですと報告すると卒業コンサートをやらせていただくことはありがたいことなのでスタッフさんもメンバーもファンの皆さんも楽しかったと思えるようなコンサートになるように精一杯頑張りますので皆さんぜひ最後の最後まで応援よろしくお願いしますと呼びかけた最後に豊永は 寂しいこともありますけど、7期生も増えて53人という大女帯になりまして、こうして家族のような時間をみんなと過ごせるのは、本当に皆さんが愛してくださる時間というのは、今までの先輩方が繋いでくださったもの。私たちはどんな色になっていくのか、本当に楽しみとにっこり。今いるメンバーもそうですし、ファンの皆さんもそうですし、 配信で見てくださっている皆さんもそうですし、そこで見ている卒業メンバーもそうですし、と言って、スタンドで見ていた田中美久小品由衣、山田まりな、武田友から卒業生に向けてメンバー全員で手を振り、クト48ファミリーの絆に大歓声。終演してもアンコールは続き、W アンコールに突入。ライブ鉄板曲、 メロンジュースで春ツアーに幕を下ろした。クト48春のコンサート2024ホップステップジャンプセットリスト。オーバーチュア、フクト48バージョン。01、人差し指の十段7期生。02、君のことが好きやけん7期生。03、桜、みんなで食べた、全員。04、 HKT48 全員05昔の彼氏のお兄ちゃんと付き合うということ06黄昏のタンデム07止まらない観覧車08控えめ I love you09 君とどこかへ行きたい10大人列車11待ち上がれ 12、おしゃべりジュークボックス。13、真っ赤なアンブレラ5期生。14、私はブルーベリーパイ。15、UFO 募集中。16、メイクノイズ。17、チェーンオブラブ7期生。18、生きがい6期生。19、早送りカレンダー。二十。 突然、ドゥーラブミー2 1 b さんはなぜ亡くなるのか ?22、サクラんぼを結べるか ?23、僕たちは裏切った。アンコール。en1。バケツをかぶれ。en2。最高かよ。en3。クト48ファミリー全員。 w アンコール ,en 4メロンジュース全員